新歴とは、改歴が行われた場合の改歴後の歴法のことで、ある。改歴前の小読みは、旧歴という。日本ほか東アジアの諸国においては、単院太陽歴から改歴した太陽歴のことを言う。英語圏では、ニュースタイル・デイツとオールドスタイル・デイツは、グレゴリオ歴とユリウス歴の日付を区別する言葉。新式と旧式という意味。 グレゴリオ歴からの日付の後には NS と書き、ユリウス歴からの日付の後には OS などと書いた。イギリスはグレゴリオ歴へ移るのが他国より遅く、両子読みの日付がしばし混在したので区別する必要性が高かった。現在の日本では明治5年まで使用していた大院太陽歴の天保歴を指して旧歴と呼ぶとき、現在使用している。 太陽暦であるグレゴリオ暦を指して、新暦と呼んでいる。七夕など、年中行事のうち旧暦の月日に基づいていたものの、新暦への移行は、日本では、新暦の同月同日に行うか、新暦で1ヶ月後の同日に行うが多く、中秋の名月のように月の満ち欠けに関連するため、動かせないものを除き、計算上の旧暦に従うものは、あまり多くない。以下では、 明治改元と合わせて説明する。また歴法は講義には、時法に含まれるため、同時に導入された定時法についても言及する。ありがとうございます。